ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、次の街に出発していくのもいいんやけど、とりあえず、あれよね。石碑の謎を解いてから行きたいけん。あ、そっか、最初は草か。最初草？強いから弱いよ、2回。草。草、水。水は？水ある？草、水、炎じゃない？違うかな？これが水。水やろ。え、ちょっと待って。最初は草ない。じゃ、ちょっと草からやり直そう。草。草。水。え、でも三つだけでいいんかな？炎。炎じゃないわ。あれ悪やったよね。ほら、こっちが炎か。炎、炎。これを2回繰り返せばいいってことやない？そういう意味ではないと思います。炎。え、あ、何見つけた。アイロンは達人の帯を手に入れた。やった。使い込まれた黒い帯持たせると効果抜群の時、技の威力が少し上がる。2回調べれたのかな。そういうことではなく、草から数えて2回強いところを調べろという意味ではないでしょうか。とりあえずもらえる宝は達人の帯だった。え、お宝見つけたの？すごすごのすごい。ありがとう、なんか褒めてもらったわ。でどこに向かえばいいんやっけ。野郎さん負けちゃったんだ、ごめんね、私が勝っちゃった。どこから向かえばいいんだ？ちょ、待って。タウンマップを。5番道路。5番道路を通り抜けてバウタウンへ向かいましょう。あ、右側に行かんといかんのか。うんうん。バウタウンやって、バウタウン。右側、こっちに抜けれるところがあるんかな。あ、そっかそっかそっか、橋を渡っていくんか。橋の掃除終わったの？なんか大して変わったような感じせんけど。チェックが厳しい小獣とのようである。何、アナウンサー？ジムチャレンジャーに突撃インタビュー。あなたを知るにはポケモン勝負が一番ね。いいポケモンとトレーナーはカメラ越しに光って見えるさ。何何、怖いよ。インタビュアーのミチとテルが勝負を仕掛けてきた。レポーターのミチはエリケル。おーっと、1対2ですか？あ、一応、2匹出すんやね。なるほど。エリキテルやってかわいい。ちょっと待ってね。ギアルっていうのは何系？何系なんやろあれ。ちょっとよくわからんけど、ニトロチャージ。あー、なるほど。効果ありとか一応見えるのか。じゃあ、まっすぐ間に。まっすぐ間？違う、味方やん。味方を攻撃しないであげてください。味方やん、ダメやん。え、相手に対しては見えないぞ。頭突き。え、全くわからねえ。ニトロチャージでいくわ、とりあえず。じゃあ、え、でまっすぐ、まミサイル針、辻斬り。全くわからねえ。全くわからねえ。まあいいや。やった、効果抜群。あっつったんや。よしよし。お、まっすぐまレベル24。やったね。そして、辻斬り。ふう、効果抜群なわけではなさそうやったけど、まあよかった。レベル的な問題かな？一言では語れない。なんて可能性の塊。負けた。ということは、取材は失敗なのか？私が強かったってことでいいやんね、別に。自分らが勝たんといかんの？あなたの強さなら、ジムチャレンジに勝ち残れそう。これからも取材をさせてね。定期的に現れるのか。君のポケモンたち、カメラを通じてみてもキラッキラしてるんだな。ありがとう。そんな風に言ってもらえると嬉しいわ。みんな見たことないポケモンやね。野生のヌイコグマが現れた。よっしゃ、捕まえてこう。そっかそっか、ヌイコグマっていう名前やったっけ。じゃあとりあえず頭突きで。
ここまで来たら野生のポケモンがレベル20まで行くのか。あと1回ぐらいで。あ、どう？モンスターボールいけるかな？ひるんだけど。どうよどうよ。お？おっしゃー、来たー！ぬいこぐま！嬉しい。ぬいぐるみってことかな、ぬいこぐま。でもこれさ、レベルアップして進化した後の姿怖いよね。顔は変わらんのになんか巨大化する。ぬいこぐま、ジタバタポケモン。ふわふわの毛並みは触り心地が抜群だが、うかつに手を出すと手痛い反撃を受けてしまう。格闘系やもんね、この見た目で。恐ろしい。さあ、そして君は？ペロパフ？野生のペロパフが現れた。この子はあれよね、何やった？リーリエが持っとったポケモンかな。よし、続きで行こう。かわいい。よっしゃ。糸を吐く。虫系じゃないよね。虫タイプではないよね。綿飴的な感じかな。よし、モンスターボール。かわいい。ずっとモンスターボールから出して持っときたい。ちょっと待って。フェアリー系かな？わからん。わからない。じゃあとりあえずモンスターボール。行くぜ行くぜ。次こそ捕まえれるはず。来い。お？おっしゃ来たー！ペロッパフー！嬉しい。進化するんかな、この子。おう、姫メンカレベル19やったね。ペロッパフのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ペロッパフ、綿飴ポケモン。あ、やっぱ綿飴なんや。一日に食べる砂糖は自分の体重と同じ。糖分が足りないとひどく不機嫌になる。マジか。で、もう一匹。これは、あ、待って、チラーミーがおる。野生のカモネギ。お、カモネギめっちゃキリッとしてる。めっちゃキリッとしてるし、そこまで重そうなネギ持っとったっけ？これは？ガラル地方のカモネギ？それとも、普通にしとってこういう顔？じゃ、その辺がよくわからないけれど。お、いい感じじゃない？お、怖っ。カモネギらしからぬ。カモネギにね、ようやくこのソードシールドで、進化系ができたっていうので話題になっとったよね。ただソード限定やけん、あーソード限定やけん、ちょっとそれを私は見てみたいなと思うんやけど、実際に進化させて。こっちがいい感じに減らされてきたんやけど、体力。お願い、捕まって。どやどや。お、やったー、来たよカモネギ。よし、ぜひぜひカモネギをネギがないとに進化させたい。お、ラビュフットレベル31、ホルビーレベル21。ホルビーは新しく地鳴らしを覚えたい。じゃあどうしよっかな。地鳴らし、地面系の技か。体当たりとりあえず忘れさせる。1、2の保管。ホルビーや体当たりの使い方をきれいに忘れた。そして新しく地鳴らしを覚えた。お、来た来た。そしてホルビーの進化。おや？ホルビーの様子が。ごつくなるんじゃなかったっけ、ここ。あー、よねー、よねー。おめでとう、ホルビーはホルードに進化した。そっか、ホルード捕まえれんかったよね、私。ホルード穴掘りポケモン。ショベルカーに負けないパワーで、硬い岩盤も掘り進む。トンネル工事で大活躍。おっさんになっちゃった。カモネギのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、やっぱりガラルの姿なんや。カモネギ、カルガモポケモン。格闘系。ガラルに住むカモネギの姿。太くたくましいネギを振るい、勇敢に戦う戦士。めっちゃキリッとしてるもん。こういう絵柄になったんかなって思ったけど、やっぱガラルの姿なんや。なるほどね。勇ましいわ。あ、ソーナース出てきた。ちょっと待って、ソーナース捕まえよう。ソーナース、なんか口紅ついてない？え？口
とるよね。メスやけんってこと？そういうこと？めっちゃ口紅よねあれ。口開けても周りにあったよ。一瞬口開いとんかなって思ったけど、ほらほら、これはオスメスで違うんかな。面白い。さあ捕まってくれそうなんす。あ、よっしゃ来たー。そうなんすを捕まえた。おっしゃー。そうなんすのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ソーナンス、我慢ポケモン、光やショックを嫌う。攻撃されると体が膨らみ、反撃が強力になる。オスの方も見たいね、これは。さあ、それ、あ、ほら、多分これオスやけど、口なんもついてない。あ、ほら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 。やっぱりオスメスで違う。え、じゃあオスも捕まえたい。オスも捕まえたい。へえ、面白いな。捕まれ捕まれ捕まれ。お、あ、やった、来た。そうなんす。見た目でもわかるんよね、多分色違いとかもこうシンボルエンカウントで分かったはずやけん、ここでオスメスの区別も、ま、つくんやと思う。やった、オスメス両方ゲットした。嬉しい。全部のポケモンが差があるわけじゃないと思うけんさ。差があるポケモン見つけていくの楽しいね。よっしゃ、チラーミー捕まえていこう。頑張ろう。ちょっと待って、クイックボール投げるわ、私。あるものは使っていこう。ほい。よっしゃ、来たー、チラーミーゲットー。チラーミーはね、確かあのレベル上がって進化しても可愛かったはず。貴重な貴重な。うん、姫メンカレベル20。お、姫メンカ進化。おや、姫メンカの様子がどんな子になるんやろ。姫メンカの進化、あ、姫メンカがこれになるの？あれやんね。私らが、誰やったっけ？ジムリーダー使いよったよね。姫メンカは私らがに進化した。私らがのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。私らが綿飾りポケモン。綿毛の種は栄養満点。風に乗せて飛ばして草木やポケモンたちを元気にさせる。お、綿胞子。綿胞子ってどんな技やった？麺のようなふわふわの胞子をまとわりつかせて相手の素早さをガクッと下げる。あー、別にいいかな。直接攻撃しか興味のないアユナであった。うん、いいよ。まあ、いかにもって感じの技やけどね。あ、そっか、チラーミーチラーミー、チンチラポケモン。チンチラなんや。尻尾で汚れを払い落とす。掃除をするときに助かるが潔癖症なので大変。かわいいチラーミー。よきよき。さあ、いっぱいポケモンも捕まえたし、進んでいこう。あ、あ、ここに。待って、ここから行けるね。ちょっと待って、道具落ちとったよ。おお、びっくりした。ほらほらほら。アイナは綺麗な抜け殻を見つけた。何、綺麗な抜け殻って。丈夫で硬い抜け殻。持たせたポケモンは控えのポケモンと必ず入れ替われる。へえ。そうなんや。じゃあ捕まることがないってことなんやね。良きじゃないか。それはそれで。なんかペロッパフ色が違う気がしたけど、気のせいか。かわいい。こんにちは、私は預かり屋さん。皆さんのポケモンを預かっています。ポケモンを2匹預けると卵が見つかることがあるんですよ。詳しいことは中にいるおばあちゃんに聞いてください。では早速ご利用になりますか。預けておこうか。2匹まで預かれます。どの子を預かりましょうか。それじゃあ、どうしよっかな。やっぱオスメスの差があったりとか、あ、とか EV 増やしたいな。え、でも EV 増やしたい場合は ?EV と EV を出さんといかんのかな。
違うポケモン同士やったらダメなんやった？よく覚えてないや。よく覚えてないや。なんか被りのポケモンがおらんけんな。微妙やんね。まあ、でもとりあえず何かしら預けていこう。ホクスライ。どれぐらい預けとったらどうなるんかな。一応オスメスじゃないといかんよね。メス。カジリガメ。ホクスライとカジリガメ預けるわ。どんな子が生まれるかな。ではホクスライとカジリガメを預かりますね。ごっつい子生まれたりして。お迎えの時はお声掛けください。卵が生まれた時は教えてくれるんやっけ。育て餌あんま使ったことないんよね。おやおや、いらっしゃい。何か知りたいことはあるかい。ポケモンの卵。ポケモンの卵を手持ちにいただくと中からポケモンが生まれるの。初めてこの預かり屋さんのね、機能というか卵のあった時にトゲピーが出てきたんよね。新ポケモンで。どこから来たのかわからない不思議なポケモンの卵。生命の神秘よね。他に知りたいこと、預けるポケモン。ポケモンの卵が欲しいなら、預けるポケモンの組み合わせを考えてみてね。同じ種類のポケモンのオスとメスを預けるといいわ。違うポケモン同士でも、種類が近いポケモンなら、卵が見つかることもあるのよ。中には卵が見つからないポケモンもいるみたいだけど。まあ、やっぱそうか。ってことは、同じタイプ同士とかやといいってことかな。何このポケモン。エレズンよ、エレズン。あ、何答えてくれた。発見された卵を連れて歩いていたら、連れ歩いていたら生まれたエレズンだよ。あんた揃ってよ。何？痺れるポケモンなんだから。ああ、エレやし、痺れる。電気系？上もらった。ありがとう。あえなはエレズンをもらった。あ、かわいいかも。恐竜っぽいね。エレズン赤子ポケモン。体内の毒袋に溜めた毒素を皮膚から分泌。触るとピリピリと痺れる。あ、そういう痺れもあるんや。かわいい。いいね。もらっていきます。あとこちらも、ポケモンにあげると育つよ。何？アイナは経験飴 XS を5個手に入れた。お、ありがとう。経験飴 XS、エネルギーの詰まった飴、与えるとポケモン1匹の経験値がほんの少し増える。卵は預かり屋で、経験値飴はマックスレードバトルで見つかるよ。アートスケットしたことある。経験値飴何個かあるはず。ポケモンの卵が見つかる預かり屋さん。ってことは組み合わせ変えた方がいいかな。ちょっと待って、様子を。ホクスライとカジリガメは元気です。2匹は別々に遊んでいるけどね。やっぱり相性よろしくないんやね。引き取っとこ。ってことは、ホクスライを、ペットボックスに送って、女の子を預ければいいかな。いろいろと悩んだ挙句。キャモメと方法とかはどう？とりあえずキャモメ預けて、で、カジリガメを引き取る。で、方法を預けよう。硬い石バッグへ預ける。あ、そっかそっか、私が持たせたんやっけ。キャモメは引き取らない。でもまあボックスの中に入れたけん道具は引き取っといたんでいいよね。で、ホウホウ預けよ。ホウホウ、これでいいかな。とりあえずオスメスで飛行タイプにしてみたんやけど、どう？2匹の中はそれほど良くない。きっとそのうち良くなるはず。多分、きっと。俺の相棒ユニークな育ち方をしてるから見てくれよ。何何？ポケモンだって生きてるんだもの。思い通りになんて育たないよ。何何が言いたかったの？どうユニークだったんだ。思い通りに育たないってのはポケモンが新しい可能性を見せてくれるってことなんだよ。思い通りに育たない、イコールユニークに育ってるってことやったんかな。
向こうの方向には何があるんやろ。何かしらイベントが起こりそうな感じそんな感じ。立派に育ったポケモンたちをいろいろ見せようと思うんです。はい、見せてください。ぜひどの技を繰り出そうかあれこれ迷っちゃったんです。まあいろいろ使ってみたいよね。わかる草むらのポケモンに追いかけられあちこちうろうろしていたんです。大変だったね。お、こんなところでキャンプを。美味しい料理のコツは火加減と混ぜ加減を保つこと。鍋の上がキラキラ光ればちょうどいいバランスだ。よければ僕のキャンプでも料理していってくれよ。よっ。お、大きなキノコ2個。キノコもあれかな、料理に使える材料とかそういうことかな。違う？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そのうち何かしら卵が見つかるといいなー見つかるんかな。仲良さげじゃないみたいやけど。あといろいろポケモンのオスメスも違いね、見つけていきたい。そうなんす、たまたま見つけれたけど。